チャンネル4シリーズ企画、愛媛の個性派キッチンカー秋の陣をお届けしています。今日はジビエをお手軽に、そして夏の味と思われがちなあの食材が秋の陣に登場です。東洋を中心に出店するネイティブキッチン、ジビエの炭火焼きをメインに提供しています。今回の、イノシシは、熊本の加工所のイノシシで、鹿は、南予の松野町の鹿をいつも使っていて、本当に美味しい鹿なのでいつもそこのを使ってます。ジビエ食材は県内のみならず全国から仕入れます。鈴木さんとジビエ食材との出会いは北海道での生活でした。新居浜出身の鈴木さん、2013年北海道に渡り農家で6ヶ月働いた経験があるんです。漁師をされている方がすごい多くて、食べた時にすごいこう衝撃的だったというか、エネルギーが詰まったものだと思いますし、素材の味が分かるよう味付けは塩とほんの少しの胡椒とシンプル。はい、お待たせしました。どうぞ。鈴木さん、鹿やイノシシの肉は脂肪が少なく鉄分が豊富なので貧血や冷え性の方におすすめしたいとおっしゃっています。おいしいですよ。鹿の方が臭みはまだ少ない、うん、いただきますっていう、こう命をいただいてる感覚が薄れてると僕は思ってて、だからそういう感覚をみんなに取り戻してほしいような気持ちがありますね。ネイティブキッチンの天然の食材はジビエだけではありません。うなぎですよね。季節のものなんですけれども、愛知県の天然うなぎ、市場の 1% と言われる天然うなぎが入ってます。なんと今月天然物のうなぎの提供を始めたんです。特製ダレをつけて今治産の新米ご飯にのっけると天然うなぎ丼の完成です。身がふわふわでタレがよく絡んでいます。うなぎ、タレ、米、最高の組み合わせです。天然うなぎの提供は来月半ばまでの予定。ネイティブキッチンの出店情報はインスタグラムやフェイスブックをチェックしてください。